こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は、初めての方向け気功と太極拳をお届けいたします。ぜひご覧ください。今回は太極拳の体当たり、顔をお伝えします。顔の全体像をご覧ください。マーブーカオでは握り拳が出てきます。親指を外に出すタイプの握り拳にしましょう。力を入れすぎないで握ります。マーブーカオの定式では、一方、くの字のような手にして、反対側の手のひらで肘の内側を押すような形になります。矢印のような形になります。くの字ないしは緩いカーブを描くような形にして、反対の手のひらで肘の内側を押し、腕の外側、肩などに張りを出す形になります。手の動きを行いましょう。左手首を肩の高さぐらいまで上げます。右の手首は肩口ぐらいまで下ろします。右の握り拳を作っていき、右の手は反時計回りで動いていきます。左の手のひらで右の肘の内側あたりを押すようにします。張りを出します。では繰り返していきましょう。右の握り拳を作り、左手のひらで肘の内側を押すような形にします。もう一度。反対の手で行ってみましょう。右の手首を肩ぐらいまで上げ、左の手を肩口ぐらいまで下ろします。左の握り拳を作りつつ、時計回りで回していきます。右手のひらで左の肘を内側から押すようにします。手の外側に張りを出しましょう。右の手首を肩ぐらいまで上げます。左握り拳に変え、右の手のひらで左の肘の内側を押します。ではもう一度。足の動きを足していきましょう。左足重心になり、左手首を肩ぐらいまで上げていきます。右の手は肩口ぐらいまで下ろしていきます。左足重心となり、やや沈むような雰囲気から、右のかかとを斜めに出していきます。右握り拳に変えていきましょう。左の手のひらで、右の肘の内側を押していくような雰囲気です。そして、体重を真ん中で止めます。これを繰り返していきましょう。左の手を上げて、右握り拳になりながら、右のかかとを斜めについていきます。左手のひらで右の肘の内側を押し、そして張りを出していきます。もう一回いきましょう。反対側で行いましょう。右足重心、右手首を肩ぐらいの高さに上げます。左手は肩口ぐらいまで下ろしました。右足重心となって、左かかとを斜めについていきます。左の握り拳を作っていきましょう。右の手のひらで、左の肘の内側を押すようにして、体重を真ん中で止めます。これを繰り返していきます。右足重心、右の手首を肩ぐらいまで上げました。左拳に変えていきましょう。左のかかとを斜めにつきます。手のひらで肘の内側を押し出すように、そして体重を真ん中で止めます。ではもう一度。マーブ・カオの動きの前にドゥーリー登山という動きを足していきましょう。右の足先をやや開きます。左の手足を上げましょう。片足立ちになったら、左の足をついて、左足中心になります。左手首を肩ぐらいまで上げていきましょう。右のかかとを斜めにつきます。右の握り拳を作っていきましょう。体重を真ん中あたりで動きを止めます。これを繰り返していきましょう。左の手足を上げ、ドゥーリートーさん。左足中心になっていきます。マーブーカオ。もう一回。反対側を行っていきましょう。左足先をやや開き、右の手足を上げていきます。右足重心になりながら、右の手首を肩ぐらいまで上げていきます。左握り拳に変えながら、左のかかとを斜めについていきます。右手のひらで肘の内側を押すようにします。そして体重を真ん中で止めます。繰り返していきましょう。右の手足を上げるドゥーリー登山。マーブーカオ。ではもう一度。周行を行います。手を上げていきましょう。肩ぐらいまで上げて指掻行を行います。手をこのように動かしていきましょう。指の動かす速さは自由にします。左右差があっても気になさらないでください。動かすことによって気血の流れを良くします。気を高めていきます。肘や肩にこの振動や気がどんどん流れていきます。活性化していきます。では、徐々に手を下ろし、体の周りの気を集め、丹田に収めていきましょう。続けます。ではもう一度。指の動きを止め、下腹部に手をかざします。右に3周、左に3周、陰の気と陽の気を丹田に収めます。手を止めて、歯をカチカチカチ、もぐもぐもぐ。そして舌を左右に回します。潤いが出てきます。今日動いたエネルギーや天の気、地の気がこの潤いに入っています。飲み込み、丹田に気を収めていきます。それではもう一回飲み込み、実感のあるところで気を収めていきましょう。今回は太極拳の体当たり、カオをお伝えいたしました。それでは一緒に入門太極拳の形を通しましょう。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。